始まりました。8月の蓮舫町ハイハイタウン大会、今月のプロレスリングシーンが帰ってまいりました。さあ、最初ね、ファーストコーナーの先発のですね、あのコーナーサイドは、しっかり、あのコーナーサイドは小川優太となっております。ぜひともあのお客さんを声援をお願いしたいと思います。それに対するね、まあ、赤と青と、混ざっているコスチュームがあります。小川優太なんですけどね、この人を3月に、デビューした、また新人のレスラーですね。あと2ヶ月で、まあ、デビューして半年なんですけれども、さてこれね、申し上げました、オールドルーキーということでですね、年齢がない、50歳ですね。50歳にしてプロレスを始めたという、なかなか有名のある話ですね。さあ、そしてさあ、基本的な腕の取り上げ動き、さあ、そしてヘッドキーとライダーしっかりさあ、腕の取り上げ、ちょっと不意ですね。さあ、しかしロープに引いていく、そしてロープとすごいぶつかり合いだ。さあ、しかしロープに引いていくね、シールドはね、肉体外しだけで流してますからね。さあ、お前リードもね、なかなか強いですね。はい、結構重いんですけども、さあ、もう一丁ポイント。さあ、今日の小木さんはかっこいいですね。耐えてますよ。あと10丁か。汗がね、霧状になって飛び散ってますね。さあ、今回ロープの振り返しなっちゃう。発想を渡しました。さあ、ロープさんね、さあ、ちょっと体重がね、今落ちてますからね。夏はね、減量、カッティングするんで、ちょうどいいと思いますからね。さあ、走ってまいりますよ。さあ、紫のコスチューム、プロレスリングセッション、ヒゲンとゲンチャン。これに対しますね、コスチューム。さあ、チョップと顔面かき虫の打ち合いが始まりました。おっと、チャンス、ブラックホール、ホール、ホール、
試合時間5分経過、5分経過。さあ、今度は通るのに、さあ、体が非常に研ぎ澄まされておりますね。さあ、その安田コーチに加藤が釣ったのって何か言うのか。さあ、そして、ちょっと釣り上げてモブレチャップ。うれしい、8月に入ったぞ。30代、最後の夏、しっかり楽しみよ。ジャスティン。8月24日で39歳になります。あ、そして小木よりかトマトバリで分散しましたね。さあ、10代最後の8月は、やはりね、こういう肉弾戦が出るんですからね。さあ、この鍛えられた上腕と筋で、さあ、ゾウムに筋を痛めてくればいい。肩を掴まれた。そして、オギューがこうだ。ゾウムに筋のかわし方が非常にいい。今年53歳、39歳と53歳の戦いがもっと今度は53歳で戦いましたね。小川雄太と特に藤井一体しか違わないですね。さあ、そして大木由里明がボディースラムで、さあ、そしてカバーに入る。しかしカウンター2つ。さあ、大木選手もね、40過ぎてからプロレス始めてますから、ちょっとそういう意味ではね、スタートは顔じゃないですからね。チョップの試合だ。大きなピンチから攻めてくる。なんせ大きな打ち合いで痛いのが嫌いですからね。さあ、ちょっと打ち合いになると非常に嫌がります。強力な浜さんじゃ。さあ、そして今度はルマロクリアを抱え上げて、さあ、大木の親父のお尻が2つ割れました。さあ、そして今度はコーナーを見つめていますね。コーナーに押し付けてショルダータックル打ち込んでいく。さあ、そして今度はブリブリ連携攻撃をしようとしたんですが、大木さん疲れてて打ってませんでしたね。わっ、出るわ。今日のスリーツのデンジャラスはコンビネーションですよ。さあ、これ猛犬猛犬コンサガさん、大木さん、ダブダブダブ無理、ダブ無理。さあ、大木さんね、合体攻撃を仕掛けようとします。大木さんがすぐにこのように拒否しますね。さあ、今度こそ2人がかりの合体攻撃が見えますよ。さあ、そしてコーナーに振ってまいりました。トンボイの目が突っ込んできました。そしてトンボイの目が、ありがとう。これは南、いつものだ。俺に元気をくれ。さあ、オギンさん、元気が欲しいそうです。オギンさん、元気をください。マッスルロケットっていう方を狙ってきたんですけどね、見事失敗した。そしてこれ出てた、マッスルロケット。逆マッスルロケット。さあ、ちょっと距離が近くて、膝が高くしちゃいました。ちょっと危険ですね。どうもやる選手、膝が危ないですからね。さあ、これ、わーっとすごい勢いだ。そして、わー、止まるよ。ドロップキック。
が10分経過。あ、これが終わった。さあ、どうでしょうか。さあ、これが決まれば試合が終わる。さあ、決まるのか。しかし、着地した。さあ、組み替えドロップ。さあ、そして、本当に試合終了のエッチャンが、さあ、今度はどこに不正に。さあ、これは今度は横田だ。さあ、そして今度はコーナーに乗せて、まさか出るのか。この大阪で2本目の数点勝ちがこの上本町に立とうとしております。さあ、出るか出るか、気合い抜いていっちゃう。さあ、クリアムが見事に妨害しました。さあ、これは大阪で2本目の数点勝ちがこの上本町に立とうとしております。さあ、出るか出るか、気合い抜いていっちゃう。さあ、クリアムが見事に妨害しました。いや、このままね、ブレンバスターが出たら非常に危険な状態ですからね。さあ、そして、さあ、現在気がつけばドンクリフィンのマロクリアムが団体コースの仕掛けをします。
もっとできるだろう、もっとできるだろう。お前は若手じゃない、いや若くはない。だったらなんで勝負するか。魂しかねえだろバカ野郎。その魂を俺が全部受け止めてあげるから、セリフさい。俺が喋ってるジジイだ。はい、次の東谷クリーンセンター、8月11日、8月11日東谷クリーンセンターで、お前の魂よ、はっ続けてこい。セリもこう言うとる。お前の魂よ、俺にぶつけろ。お疲れさまでした。はい、ということで8月11日東谷区民センター、夏のビッグイベントと、はい、ビッグ大会、ビッグ、まあ、ということで、小川雄太と対戦することになりました。パチ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 。まあね、彼の魂をちゃんと受け止めて魂で勝つ。そうですね、以上我々なんですね。はい、じゃあせーの、関西元気放出協会、バイバイ。バイバイ。あー、首が痛い、首が痛いよ。あー、首が痛い、首が痛い、首が痛い。今回初めて支援の総帥とやらせていただきました。やっぱり思ってる以上に歯が立たなくて、まあ、それでも次回 8.11 シングルやらせてもらえることになったんで、なんとか食らいついて勝ちにつなげたいと思います。えっちゃんに言われたように、僕はオールドルーキーとはいえ40歳、ルーキーではないんで、もう言っても時間がありません。しっかりとこの一生勝ちにつなげたいと思うんで、応援よろしくお願いします。今日もありがとうございました。